僕がおすすめするバトニングに適したバークリバーナイフはこちらです。皆さんこんにちは、バークリバーナイフが大好きなケビンです。まだまだコレクション数は少ないですが、いろいろ使った経験を踏まえ、今回は僕の独断と偏見でバトニングにおすすめなバークリバーナイフをご紹介します。では早速ですが、バトニングに向いているバークリバーナイフはこちらです。いきなりなかなかなやつ来たなと思われたかもしれませんが、半分本気半分冗談です。というのは、巻き割りという行為だけで考えたら、長くて重くて分厚い刃物がいいに決まってるわけですよ。大きな巻きを割る場合は皆さん斧やナタを使いますよね。なのでナイフで巻き割りをする場合も基本的には理屈は同じです。ただ、これだとちょっとでかすぎるし、細かい作業がやりづらそうですよね。というか、これは細かい作業をするためのナイフではないです。ということで前置きが長くなりましたが、僕がおすすめするバトニングに適したバークリバーナイフはブラボー 1.25LT です。こちらです。あ、ブラボー1じゃないんだと思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。バークリバーナイフの代表作でブラボー1というのはもう超有名なナイフで、アメリカ日本問わずおそらく一番売れてるモデルの一つではないかと思います。とりあえずブラボー1買っておけば間違いないっしょという感じですね。正直否定はしません。僕もブラボー1持ってますし。ではもう少しナイフを詳しく見ていきましょう。上がブラボー 1.25LT、 下がブラボー1です。ブラボー1とブラボー 1.25LT の違いはブレードの長さと刃の厚さです。比べてみてもらえば分かると思いますが、 1.25 の方が1センチ強ぐらい長いのと、あと刃の厚みがブラボー1と比べて薄いです。ブラボー1が 5.5 ミリに対してブラボー 1.25LT が4ミリです。 LT はライトという意味なので、少しこう軽めの薄いモデルになっています。ブラボー1はですね、非常に取り回しが良くてちょうどいい感じのナイフなんですが、バトニングとなるとちょっと短いと感じることがやっぱりあるんですよね。斧やナタを使うほどでもないけども、割と太めの巻きってあるじゃないですか。それを割ろうとすると微妙にこう長さが足りないと思うことがしばしばあります。また刃の厚みに関しては分厚いに越したことはないので、本当は厚みだけならブラボー1の方がいいです。ただぶっちゃけ LT モデルの方でも厚み4ミリありますし、バトニングに全く支障ないです。むしろ刃渡りが長いことによるメリットの方が大きいと思います。刃は長いけど薄いので、その分重さもブラボー1とさほど変わりませんし、重心も人差し指くらいなので、取り回しも非常にいいです。去年これを手に入れてからバトニングする場合は、ブラボー1とブラボー 1.25LT が目の前に2本あったとしたら、ほぼほぼ迷わずこっちの 1.25LT を選んで使っています。やっぱり長い方がバトニングが圧倒的にしやすいっていうのと、万能性が非常に高いですね。ブラボー1もね、非常にいいナイフで僕好きなので、そんなにこう太い巻きとかを割らないような時はこっちを持っていく場合もあります。ただことバトニングに関して言うと、やはり長いナイフの方が有利なので、ブラボー1とブラボー 1.25、 あとこれよりも 1.25 よりももっと長いブラボー 1.5 っていうのもあるんですけど、 1.5、 ちょっと私持ってないので、もしかしたら 1.5 の方がいいと。バトニングに関してはもちろん長ければ長いほどいいので 1.5 の方がいいに決まってるんですけど、やっぱちょっとやっぱり重さもありますし、ブレードがちょっと長すぎてしまって取り回しがやっぱり悪くなったり、フェザーを作ったりとか、もちろんフェザーが全然できないとかっていうわけじゃないんですけど、このぐらいの長さの方が取り回しが良くて非常に使いやすいんじゃないかなと思いますので、私のバークリバーのおすすめバトニングナイフはブラボー 1.25LT ということになります。ということで、いかがでしたでしょうか。ブラボー 1.25LT めちゃくちゃいいですよ。ちなみにブラボー1とブラボー 1.25 の比較に関しては、
僕が運営しているbladejp.com というサイトで徹底比較の記事をアップしてますので、よかったらぜひご覧ください。概要欄に貼っておきます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会にポチッとお願いします。いいねやコメントめっちゃ嬉しいんで待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon! Bye bye!